タイは、タイのスコータイ王朝の国王、仏教学者。第四代国王ルータイの長子であり、第三代国王ラームカムヘインの孫にあたる。マハータン・マラーチャー一世とも言われる。ルータイの存命中はシー・サッチャナライの総督を務めていた。ジャングラオの総督を務めていた弟との争いに、勝利して即位した。衰退していたスコータイの勢力は、 リタイの知性において一時的に回復し、かつて離反した周辺の無案を再び支配下に置いた。リタイは、信仰のアユタヤ王朝、ラーンサン王朝に対抗するため、1362年にピッサヌ・ロークに戦挙する。アユタヤとの友好関係を維持し、スコータイの独立を保った。リタイの知性には、北のシーサッチャナライと南のカムペンペット、 スコータイを接続するプラルアン街道が整備され、後世でも街道は痕跡を留めている。理体の地勢には、仏教寺院、仏像が多く建立され、仏像の制作技術は極めて高い水準に達したと考えられている。正論島から構想を招聘して、寺院のサンガラージャに任命し、国内の仏像を町で研究と教育に携わる、ガマ橋、森林地域で、 宗教生活を送るアルンヤバシに二分した。消防王を自称した、理イは仏教についての深い知識を有し、仏教の世界観について記述した三概要を表した。理イの著書は、タイ語による文学作品の中では、ラームカム平演大王碑文に次いで古いものだと考えられている。民衆の規範となるために理イ自身も、一時期出家し、出家の習慣は、アユタヤと、 チャクリーの国王、大の男子に継承される。ありがとうございます。